多言語で入浴マナー。都内の銭湯、五輪へ向けサイトで2。HP では、日本の銭湯文化や歴史、入浴マナーを紹介。体を洗ってから入浴する、湯船にタオルを入れないとの注意点をイラスト付きで挙げるほか、6世紀に始まり、江戸時代に普及した歴史も説明している。